ここでね、あのスイッチキャー、変える、キャーじゃないね、変えるんですよ。ほんで、ちょっとアコースティックタイムということで、ちょっとラブソングを一曲やるんですけど、ちょっと僕一人でやるんでね、二人はちょっと客席の方で信号コールなんかしていただけるとありがたいですね。なんですか、ラブソングタイムっていうかね、もう最近恒例になってるんですけど、僕の恋バナタイムなんですよね。この曲はですね、インサイドって言って、ちょうど一番楽しい時期ですか、付き合う前のその時にできた歌なんですけど、何言うか忘れたわ。そう、あんまり強くない子で、で、真夜中に電話がかかってきて、会いたいって言って、会いたいと思って、で、ええよ言うて、で、家来て、いろんな話して、僕がモテる限りの優しさで、その子の心を抱きしめたわけですよ。ほんで、それが結局、良かったんでしょうな。すぐそのまま僕の布団で寝てしもて、で、俺も、ああ、良かった、良かったと思って、そこでようやく気づいたんですよ。俺の布団で寝てる。と思って。目覚めたら朝やって、あんだけ戦ってたくせに目覚めて一番初めに思ったのが下田やって。でもね、そこで我慢した甲斐があって、その後付き合えたんで、ナイス我慢ということでね。今ではどこで何をしてはるのか知りませんけども。何ができる、君を守る。うぇい、ゆっくり話せばいい、そんな悲しい瞳なのにためらわないでよ。遅くなるのなら止まっていけばいい、明日は仕事だけど構わない、心の中に君だけのスペースが求めたりしない、ただ君が一つノックすれば扉は開く、君は眠って少し伸びた髪をなせて寝顔を見てると
しさはこんな風にもらっているんだ。You